ちは。ニュージーランド在住のセイです。今日はテカポ旅行の滞在2日目ということで、テカポ周辺をいろいろドライブして楽しんでみようと思っています。まず今向かっているのはマウントジョーン天文台。これは星空ツアーなどで行くような場所ですね。ただその山から見える景色が昼間でもとても素晴らしいものだということなので、一度見に行っておこうと思います。その後はプカキ湖というテカポのお隣みたいな大きな湖があるんですが、そこをずーっとその湖沿いにずーっと北上した先に綺麗な街があるそうなので、そこも行ってみたいと思います。ではこのまま進んでいきます。はい、ハロー。エイトタラ、いや、オッケー。いや、センキュー。アップデート。よ。天文台に向かうための道路の入り口を今通過しました。あそこにはゲートがあって有料だというのは聞いてたんですが、値段も知らなかったんですよね。で、今8ドルってことだったんですけど、なんか思ったより安いなって感じました。まあここの環境保全のために使われるんでしょうから、まあ当然の出費ですね。結構急な坂道ですね。そしてこっち、景色がすごいです。めちゃくちゃ綺麗です。すっごいなこの景色。はあ、到着しました。ちょっと降りてみましょう。すごい風でした。外寒い寒い。景色は綺麗だけど今日とんでもなく風が強くて、この頂上まで来ると下にいた時と風の強さが全然違いますね。いやもう結構立ってるのもしんどいぐらいでした。ではここから、プカキ湖の方に向かっていこうと思います。
過去校と負けず劣らず、こちらも素晴らしい景色ですね。はい、目的地まであと20分程度ですね。だいぶ近づいてきました。それにしてもこの区間気候めちゃくちゃ綺麗ですね。そしてこの湖岸に沿ってずっと通ってるこの道路、この景色ほんと最高ですね。これもうほんといつまででもずっとドライブしていたくなりますね。いや気持ちいい。目的地の青滝というところまでは残り20分程度なので、このまま進んでいきます。宿に着きました。時刻は6時半。いや思った以上に時間かかりましたね。結構疲れが溜まってるんですね。今ちょっと熱っぽくて頭痛も出てきました。
なので今夜はあとこのまま宿でぐっすり休んで明日を迎えたいと思います。ではおやすみなさい。カポ旅行滞在3日目最終日となりました。今日はこれからクライストチャーチ空港に向かって夕方5時発の飛行機でオークランドへと戻ります。できればテカポ周辺をもっと満喫してから帰りたいところですが、テカポからクライストチャーチまでは車で約4時間ほどかかるので、チェックアウトを済ませて少しコーヒーをゆっくり飲んだ後テカポを出発しました。今回の旅行は天気が一番重要なものだったので、最高のコンディションというわけにはいかず、そこがちょっと心残りではありますが、テカポの街並み、それから周囲の景色、本当に抜群にいいものがありましたね。あそこの町に別荘を買って住む人たちがいるというのも納得ですね。まあさすがに町自体がものすごく小さいので、あそこにずっと住むってなるとちょっと大変そうだなとは思うんですが、またぜひ旅行で行きたいところですね。では今回の動画は以上で終わりです。面白かったよという方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。